確率何それでは、スタートです。20代から30代女性。着なくなった服を捨てずに、売る人は何パーセント答え、38%。賃貸物件への引っ越し経験のある、20代から30代女性。オートロックは譲れないという、人は何パーセント答え、24%。20、30代の女性。 チョコレートを週1回以上食べる人は何パーセント答え、53%。既婚者、家族のグループラインがある人は何パーセント答え、61%。幼稚園児から大学生の子供がいる親、小学6年生までにスマホを持たせている人は何パーセント答え、67%。20から40代、乗り物酔いをする人は、 何パーセント答え、30%。夏でもコーヒーはホットの人は何、何パーセント答え、25%。家族と同居している人、ほぼ毎日家族と一緒に夕食を食べる何、何パーセント答え、69%。大学生、アルバイトをしたことがない人は何、何パーセント答え、4%。30代から40代。 現在、副業している人は、何%、答え、12%。20代から40代、直近1ヶ月、スマホゲームで、お金を使った人は何%、答え、28%。20代から50代女性、家の風呂掃除、毎日はしない人は何%、答え、53%。 20代、30代お酒を全く飲めない、飲まない人は何パーセント答え、44%。20、30代仕事とプライベートで仕事を優先している人は何パーセント答え、55%。もしよろしければ、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。猫、ね、猫た。